学習というのはやっぱり復習というのも積み重ねもね重要なので、そういったことも踏まえて語っていきたいと思います。まず古神道というのは何かを先にやっちゃいます。大まかなところ何なんだろうって何なんでしょうねって感じなんです。これは神道との違いを分けた方がいいです。一般的に神道と言ってるのは神社神道というものです。つまり神社を使う神道です。喧嘩するもんじゃないんですが、イコールじゃないんです。ニアイコールですね。結論から言いましょう。一発で見分ける方法があります。古神道と神道、一発で見分ける方法があります。古神道は正座をしない。正座なんかしません。だって正座をするようになったのは江戸以降でしょ。日本人が正座するのはってことは古神道で正座なんてありえない。ですから古神道を標榜している団体は多々ありますが、正座をした時点でその人たちは新興宗教です。はい、皆さん百人一首の絵札とか見たことあるでしょう。誰か一人でも正座してます？一人も正座してませんよ。全員あぐらかいてますよ。というのは当たり前のことです。江戸時代になってから正座が始まったんです。戦国時代も戦国武将も正座なんかしてませんよ。織田信長が正座したらびっくりですよ。ありえないですよ。正座すると立つときに一足出してから立つんです。そしたら相手に殺されます。あぐらかいったらこうやって一気にバーッと立てるんですよ。一挙動になるんですね皆さん。ですからその一挙動になるということで、こっからバーンと取って、もうその瞬間も切ってるんですよ相手は。だって正座してたらこうやって立ってる間に相手に首取られてますよ。暗算の場合はあぐらの場合はいけないですよ。一瞬ですよ。ということで大きな違いがあるんです。ですからだから正座が始まったのは江戸時代からだっていうことを言いたいんですけどね、今言いたいのは。でなんでそうなったかというと、神道、神社神道の場合は江戸時代から明治に移るときに維新で活躍した志士たちに仕事をあげるしかないんですよ。ところが勉強ができる人だったら学校の先生にしてあげれるじゃないですか。でも勉強が苦手な人もいますよね。そうなった時のために神主さんにしたんですよ。神主さんは祝詞を唱えてればいいですからと思ってたんです。つまり明治政府の人は神道というのを分かってなかったんです。まず神道というものを分かっていなかったんでそういうことになりました。ということで基本的には古神道と神道の違いっていうのは、最初に言いますと正座を使わないのが古神道です。古神道は暗座かあと流霊です。というのは何でかっていうとですね、古神道って山とか川とか海とか太陽がアニミズムですから、その正直なところを立ってやるか、山だったらもう汚れてしまいますから体中。だから立ってやるか寝てやるっていう、星を拝むときは寝てやるっていうのがあるんですが、立ってやるか寝てやるかで正座はしませんということなんです。